くらいから来て、もうほとんど夜中から家を出てて、ここはもう朝方ですね。朝の何時かな。とにかく早い時間です。はい、これが大東京の景色になります。はい。久しぶりですね。コロナとかあって、海外旅行に行けなかったですから、やっと海外旅行行けて、それもあのヴァンフォーレ甲府の応援ということで、まあ嬉しいですね。はい、ここもう大体のね、大といえばセブンイレブン、そのぐらいセブンイレブンが多いです。あれ、これもう2日目だ。もうブリーラムに行く途中ですね。この動画、バスに乗ってね、ブリーラム、バンコクから、ブリーラムは、200キロも離れてまして、死ぬほど長い時間あのバスに揺られて行きます。本当にね、あ、タイはね結構ね甲府の一番暑い時ぐらい暑いです、一応ね甲府のサポーター、一応甲府からはバス2台で、飛行場から成田から、バス3台でバス5台に乗って、大移動で途中ね、3号車のバスが故障して、そのバスの人、4台で振り分けていきます。あのタイはね結構ね看板がでかくて、なかなかね面白いよね。なんかねやっぱ見慣れない景色って結構好きなんでね、こんな感じでずーっとまっすぐな道が、200キロだよね、200キロ続きます。はい、
スタジアムに入れちゃダメだとかね、なんか言われたんだけど、スタジアムの中に入ったらみんなカメラ持ってたりね、うん、あ、でも私ね、タイの、映画のあの、まあこういうあの、なんていうの、旅行動画みたいなのね、旅行と映画、うん、好きなんタイのね、プアン、友達と呼ばせてっていう映画はロードムービー、結構ね私好きなんですよね、ロードムービー好きなんで、この、ね、まっすぐな道をいつまでも走っていく感じの ね絵面がかなり好きでね、まあね、やっぱそうね、旅行っていいねただね、何、一泊三日っていうあ、もうブリーラムに着きましたね、これがブリーラムのショップですね、ゾウと、かわいいゾウさんと、そうそうそう、ここでね、私ブリーラムのユニを、買ってきました、うん、自分用にね、そうそう、はい、ね、バンオレコフのあのマークも貼ってあります、そうそう、本当にね、気温はねかなり暑くて、そしてアウェイの席がこんな感じでね、どうぞ、こんな感じで、広くてね、でもね本当に暑くてね、これまあね、みんなバスはねもうギリギリに着いて、サングラス持ってくればよかったんだなって、ね、結構ねみんな前の日から、ここに来て決起集会とかやって楽しそうだったけど、まあバうちらバスで弾丸ツアーなので、本当にね、はい、ここがスタジアムの、感じです、このこんな感じでね、一応ねバンオレサバが500人来てます、まあね500人もいるとね、ここは日本かなって勘違いしてしまいますね、うん、あの相手の応援はね、あの真ん中メインの真ん中が、結構熱狂的なサポートがいるという、試合のことを言うと前半に3点入って余裕かなとかましてましたら、あの後半いきなりね、1点入れられて、また悲劇のハンドで2点入れられて、もうそれからはヒヤヒヤな時間がずっと続いてね、中小の人が出たりして、いきなり、あのゴーフのスタッフの人があの氷を配ったり、そしてなんでかブリーラムはね、この中は飲食禁止という地獄な感じでね、水が飲めないっていう
しては売る時間が決まってたり、まあ、あとセブンイレブンでも売ってないところが結構あったりしてね。それでスタジアムの中では飲食禁止というなかなかね厳しいところがありました。そうそうそう、あとなんだ、まあなんとかね、なんとかそのプリラブのね、 あのアウェイのね入り口のちょっとところにね、あの生ビール屋さんがあって、そこでね生ビールを飲んだんだけど、そこが最高だったな。あのまあね、バーツ組は早く帰んなかった、いけないんだけど、まあこのブリーラムでね泊まった人は、ナイトマーケットみたいなねとこで結構お酒を飲めるとこあってね、なんか料理なんかもいろいろあって、そこでみんな飲み食いして楽しそうだったな。私お酒好きだからね、本当にそれだけは残念に思います。はい、ここからね、ゴールシーンが、ちょっとラッキーなことに取れていて、まあはい、ゴールがありました。はい、みんなでハイタッチをしてます。ハイタッチをしてね、これね本当にまこれぞ大相撲 DJI ポケット、あの実際あの一眼レフで撮ってたらねこういう動画が撮れないんで本当にね前半はマジで楽勝じゃんだかとか言ってね思って3点取ってね、もうね、あこれはもう楽勝じゃんとかいう雰囲気が起こった途端、後半ね1点入れられて、そしてまたもう地獄のハンド、もうハンドだけはやめてくれよってねいつも思うんですけど、それで、3対2になって結構ね危ないところがいっぱいあって、もうヒヤヒヤでした。サッカーはドキドキするから面白いんだけど、まあねちょっと体に悪いよね。まあでもね何回も言いますけど、なんかねこんだけねゴルフサボが多いとね本当にここにホームかなって思っちゃってね、なんかねそう、そしてツアーもねあのバス目いっぱい、日本人日本人が多かったので、なんか日本で、
くというまあね、そしてまあ試合のホイッスルが鳴って30分とか言われて、30分でね帰って、ここからがね長くってね、2時間長くて、本当にね、それでね、確かね何時に着いたんだっけかな、1時に着いて、4時出発とか4時に空港に行くと、寝なかったんだよね。まあサッカー好きな人、あ、もうあれ、ここはね次の日だね多分、はい、寝てない時ですね、まあ勝ったからよかったけどねはい、ここは、こんなホテルです、はい、もう少しねタイのテレビ番組とかやってたら面白かったと、あ、まあ広いいいホテルでね、もう年取るとね安いホテルとか、はい、これ太郎ちゃんですね、泊まれなくてね、それで生放送もやろうと思ったんですけどね、なかなか本当に時間がなくて生放送もできませんでした、あと、ちょっと情報としてはあ、これ朝食ですね、これ前の日だな、まあ、ちょっと順番が、ね、逆になってますけど、これが、試合前の朝食ですね、結構豪華だな、ね、朝食で、まあね、まあホテルってね大体どこも同じとこ行っちゃダメだ、はい、これがロビーです、ロビーホテルのロビーですね、はい、バンオレのサポーターがいっぱいいるという、なかなかね面白い風景だよねだからね、ここがどこだかわからなくなってしまう、あ、これ確か、ショート動画用に撮ったやつですね、上げてないですね、まあ時代はショート動画だったこれまたショートに上げたいと思ってます、はい、これがそうこれ分かりにくいんだけどね、マクドナルドのドナルドが、前にいるんだけど、これ手を合わせてるんですよね、まあ本当にね、ここは、これも、試合の前ですね、ちょっと動画の時間軸がずれてますけど、ここがタイの景色です、バンコクですね、大都会だよね、まあね、本当にアジアはどんどん発展していくという感じですけどね、あ、住宅、はい、これも帰り道ですね、本当にね、まあ、結構旅行すると景色がね、いつもと違うので、なかなかね、本当に好きかもしれない。また海外行きたいなぁと思いながら、タイとさよならするか。あのね、本当にタイのホテルで ASMR とか撮りたいと思ったんですけど、そんな時間は全然なくて、本当にね短時間で、タイを後にするっていう感じですよね、また来たいとか言って、そう、一応ちょっとだけね
山線を見て、本当にそのまま帰っていって、だからね、実際にちゃんとしたご飯もねほとんど食べられなかったんだよね。座れてね、いい席が取れて、本当に良かったね。やっぱね、機械ってねって思っちゃうね。変に便利な部分もあるけど、そうそう思います。私もね、もうね案外ねデジタル系だと思っているんですけど、全然。はい、これが空港の中にある、神様ですね。本当ね、タイのいろんなところでケチャとかね、ああいうのも聞いてみたりしたり、ピンクのガネーシャとか見たいなとか、いろいろ本当は計画立ててたんだけど、ツアーがね、自由時間が一切ないという、まあそれもそれでいい思い出になると思います。はい、タイの、空港の中にある、まあこれもタイはね、ヒンズー教と仏教が、一緒になってるので、はい、この、飛行機で帰ります。確かね、もう一本違う動画で、離陸と着陸かの、動画も上げてあるので、結構ね、飛行機のこうっていう
まあやっぱりね、太陽がでかいね。そう、すごい。本当にね、まあ太陽はね、太陽じゃない、太陽はね、太陽の光が強かったな。まあ暑いんだけど、でもね、まあ実際にね、日本はこんなに日差しが強いって感じたことがないんだよね。なんでだろうな、太陽もでかいしね、とでっかい太陽と、だからあの試合の時のあの夕焼けもすごい綺麗で、あの夕焼けは確かね、着いた時と、最後まで見てくれてありがとう。はい、確か、バンオレゴーフは、2月にまだね、ACL 勝ち進んで、今度はノックアウト戦なので、国立に勝ったら次はまた海外なので、ね、もしね、海外行けたら次の国立も勝って次の海外も行けたら行ってみたいと思います。まあ、変な話ね、人生は短い、ね、そうなんだよね、人生は短い、行けるところに時は行っておかないと後悔する。まあ変な話ね、コロナになったらとかね、またなんか関節のね、伝染病とかやったりするといけないので、本当にね、弾けるときは行った方がいいです。特に若い人はね、あ、でも今回はね、結構若い人はいっぱい来てたので、もう、はい、じゃあ沢でいっか、週間前ありがとうね、コップかじゃあ最後に、学校、部活、受験、就職活動、バイト、仕事、恋愛、片思い、やめちゃダメ問題、部活大変だよね、無理するなよ、喋ってみましょうかじゃあ今回ね、じゃあ飛ぶまで、飛行機が飛ぶまでおしゃべりしてみましょうかね。はい、さようなら、たーい、私ね、まあじゃあ旅行の話、最初にどこかな、あ、昔ロンドンとね、ヨーロッパ、バックパッカーで、若い27歳ぐらいかな、あのバックパッカーでリュックを背負って、4ヶ月くらい、旅してまして、そしてその後インドで2ヶ月ぐらい。まあ、でも
ツアーもね結構楽しいんだけど、やっぱフリーで行くとね、いろんなとこ行ったり、まあ私お酒が好きなのでお酒が、ね、飲める、いろいろ美味しいもの食べてね、お酒を飲めるのは結構楽しいで、あとまあさっきも言ったタイのアルコール事情は、タイはねお酒が買える時間が、決まってまして、お酒は飲まない、売ってないというかねあとまあ、ああいう道沿いの、セブンイレブンにはお酒は置いてないですね。まあ、街の中とかはあるんですけど、ああいう大きな道沿いにはお酒が、まあいいことだけどね、いいことだと思います。日本はちょっとね便利じゃなくて、実際ね、そんな言葉あるよね。じゃあここからはちょっと、飛行機の音を出して、飛んでいくところまで見てください。じゃあここからは音が、大きくなりますのでご注意ください。ちょっと待ってね、音を止めてみます。あ、音出しますね。はい、ここからは、飛行機の音だけになります。はい、本当に最後まで見てくれてありがとう。おやすみなさい。